ダニエル・ラッセルダニエル・ラッセルは、アメリカ合衆国の外交官で、前職は、国家安全保障会議アジア上級部長。2013年7月に、東、アジア、太平洋担当国国務次官補に就任。イリノイ州シカゴ生まれ。サラ・ローレンス大学、ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジを卒業後、1975年から、ニューヨークで、 企業経営に携わった後、1985年国務省に入省。1985年から1987年まで、東京の中日アメリカ合衆国大使館にて、マイケルマンスフィールド中日アメリカ合衆国大使の補佐官。1987年から1989年まで、中大阪、神戸アメリカ総領事館副領事。 1989年から1992年まで国連本部アメリカ代表部に勤務しトマス・ピカリング国連大使の政治顧問。1992年から1995年まで中間大使館一等書記官。中間外交官時代は米朝枠組合意交渉に関与した。1995年から1996年まで国務時間特別補佐官。 1997年から1999年まで国務次官主席秘書官。1999年から2002年まで中期プロス主席講師。2002年から2005年まで中オランダ主席講師。2005年8月から2008年8月まで中大阪、神戸アメリカ総領事。2008年8月から2009年1月まで国務省日本部長。 2009年から国家安全保障会議日本、韓国部長。国家安全保障会議では6社会合を担当。2011年にジェフリー・ベイダーの後任として NSC アジア上級部長に就任。2013年7月、カート・ギャンベルの後任として東、アジア、太平洋担当の国務次官補に就任。二千十七年三月、国務次官補を退任し、 アジア協会政策研究所に出向、上級研究員に就任。日本勤務や対日担当も数多く、日本語も話せる、地日破壊交換とされる、日本人の稽古夫人との間に賛否あり、ありがとうございます。